私たちの住む日本も平和と言えない状況になってきています。今回は、尖閣を含む離島防衛の目線で、ひとふた式誘導弾改めの状況を詳しく見ていきますね。ひとふた式誘導弾を、早く、陸海空仕様を作ることですよね。何にで使える誘導弾があれば、防衛力強化につながりますし、何より抑止力にもつながります。九段線という言葉をご存知だろうか。九段線は、有事線、または、牛舌線とも呼ばれており、1953年に、当時の中華人民共和国、中国と中華民国、台湾との間で引いた、南シナ海の国境線のことを言う。この九段線を根拠として、中国は、南シナ海における、海洋権益を一方的に主張して、まるで、南シナ海の各島々の領有権があるかのように、勝手に上陸し、基地を作っている。この海洋進出は、露骨かつ強引な国際犯罪とも捉えられるようなもので、被害を被っていないのは同盟国とも言える、ロシアや後ろ盾になっている、北朝鮮ぐらいである。この両国を除く西太平洋の国々が中国の野望を阻止するために指導しており、改めて九段線について考えると、あくまでも中国と台湾二国間のみの約束事であり、国際的な実行力は全くない。要は、中国が自国領と主張している台湾との間での取り決めであり、国と国との約束であれば、台湾を一つの国として認めざるを得ないし、自国領と言い張るのなら、一国で勝手に決めたことになり、まさに横暴の極みである。日本領土の尖閣諸島で言うと、接続水域に入って、日本漁船を脅したり、領海を侵犯したりする中国海峡の艦艇に悩まされており、日々緊迫した状況で、過酷な業務を強いられている海上保安庁の巡視艇は、苦労に尽きるばかりである。中国の行動は海だけに止まらず、ここ数年は台湾の防空識別圏に中国軍機が堂々と侵入して挑発行為を繰り返しており、軍事力拡大を進める中国に対抗する日米両国を中心にして同調する西側諸国の軍事的活動があり、西太平洋、南シナ海、東シナ海、フィリピン海などを含む全般が一触即発の緊張状態に陥っている。すでに中国は東シナ海にも手を伸ばしており、それも第一列島線という中国が勝手に決めた防衛ラインで、1982年に打ち出された中国人民解放軍近代化計画の中の概念の一つであり、その後の世界情勢の変化とともに重要性が増してきている状況にある。これはアメリカに対する軍事的戦略上の境界線であるが、この中には大隅諸島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島、尖閣諸島などの南西諸島までもが含まれている。明らかに日本の領土である沖縄や宮古島まで入っており、自分勝手以外の何者でもなく、この第一列島線が発表されて大問題になったが、現在では残念ながらなかった話のようになっており、継続していたら反中の高羽組が黙ってはいなかっただろう。中国の意図としては、アメリカと戦争することになったら日本領の南西諸島を防衛線として死守し、その内側に米軍や自衛隊の艦船、航空機などの侵入阻止を想定しているわけだ。日本の領土を勝手に防衛線と決めているわけだが、中国がアメリカとことを構える事態になったら、日本の南西諸島を中国軍基地として占領して米軍阻止するのが目的だと言っているから遺憾である。つい最近も中国とロシアの艦艇10隻ほどが日本海から津軽海峡を通り、太平洋を南下して、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過後、
大隅海峡を抜けて東シナ海に入るといった恣意的航海を行っている。しかし津軽海峡と大隅海峡は日本領海であるが、2つの海峡には国際海峡航海と認められる部分を設定しているため、平時に外国艦艇の通過できることになっており、中国海軍とロシア海軍が通過したことには厳密に言うと問題はない。だが日本の近海を軍艦が通過するという行動は不気味かつ不愉快であり、この行動の本当の狙いは日米豪印4国によるクワッドや米英豪3国によるオーカスなどの反軍事同盟的対中国共同包囲網のような新安全保障枠組みに対抗と言われている。当然日本としては容認できるものではないが、国内では衆議院選挙を控えた時期であったため、この威嚇航海が大きなトピックにはならなかったのは残念であり、自民党公約の対敵基地攻撃戦力の保有も注目されていなかったが、水面下では政府と防衛省が着々と地固めを進行させている。特に防衛省が力を入れているのが陸自に配備されている一蓋式地対艦誘導弾の長射程化開発であり、百数十キロメートルという長射程ミサイルを地上移動しながら発射できるものであり、その能力向上タイプとして2022年度末までに射程900キロメートルに伸ばす改良を行っている。そして改良型ミサイル部隊を南西諸島に配置し、占領を企んで押し寄せてくる中国艦隊へ備え、最終的には射程を 1500キロメートルまで伸ばして地対地ミサイルとして中国本土の基地をも射程に収めようとする計画も進めている。この地対地超射程ミサイルによって中国軍のミサイル射程外から攻撃できるスタンドオフ能力を持たせて、南西諸島への中国軍上陸を阻止するために役立てられる。すでに2019年3月には第302地対艦ミサイル中隊が奄美大島に配備されたが、瀬戸内分田室地の瀬戸内建設業協会では、奄美大島は安保の最前線と言われているが、実際にはピンときていないようで、ミサイル部隊を配備することに対しての警戒心を住民は抱いていない。むしろ、部隊配備後の経済効果が大きいというメリットを感じており、瀬戸内分田室地の場合、基地設備建設予算約630億円のうち、奄美市、瀬戸内町にある建設会社延べ58社に計147億円の受注が入り、人手が足りなくなるくらいの地元経済へ、貢献と潤いをもたらせている。無論配備を喜ぶ声ばかりではなく、基地があれば攻撃目標になって、ミサイルを撃ち込まれたり、空爆や艦砲射撃などを受けたりするかもしれないという警戒する声も確かにあるが、このような反応は、米軍や自衛隊が新しく基地を設けるときには必ず出てくる。反対に基地がなければ、島民は安心安全な生活ができるのかというと、残念ながら前述した第一列島線の話もあり、中国は奄美大島を含む南西諸島を対アメリカの防衛線と考えていて、万が一の時には島々を攻撃して占領することは明白であり、基地があってもなくても危険であることを認識しておくべきである。別の視点で言うと、南西諸島に配属される地対艦ミサイル部隊は移動可能であるため、有事の際には山岳地帯などに移動して敵の攻撃を避けるように訓練していることは中国軍も熟知しており、駐屯地などへ多少の攻撃を行ったとしても壊滅的な大攻撃を仕掛けることはないと見積もられている。あくまでも世界から確実に批判される民間人や民間施設への攻撃は
避けるはずだという想像と占領後に、自分たちが生活するインフラを破壊したくないという意図もあるだろうという説想である。沖縄を含む南西諸島に基地があるから攻撃されるわけではなく、中国にとって地政学上、大陸を守るためには必要不可欠な場所だから攻撃してくることを認識しておくといいだろう。これらの島々から米軍基地だけで吐く自衛隊基地も撤去してしまえば、直接攻撃を受けることは確かにないと言えるが、ある程度の地籍があって航空基地が作れる島だったら、中国軍が上陸して占領することは安易に想像できる。中国軍に占領されて施政下に置かれることを避けたいなら、島の自衛隊基地設営に協力して、簡単には中国が手を出せないほどに防衛力をアップすることに協力するか、本州に移るという選択肢しかありません。